でもでもでもじゃないよ。でも昨日ね、うちのプロデューサーがね、ホールインワン撮ったらしいんですよ。聞いてねえ俺そんなの。朝ね、僕ついてね、おはようございますも言う前に、昨日ホールインワンしちゃったんですよ。おい聞いてねえぞ俺は。どのくらいの距離？140ぐらい。140ホールインワンしたらしいんですよ、人生初のね。それをただ僕はまあ見てないから信じてませんけどね。これはやるようでしょ。お祝いコンペを。阿部さんもホールインワンとかしたことあるでしょ。5回。ああそうですか、やっぱり回数多いからやっぱり、うんうん、でもやっぱり気持ちいいもんですよね。そうだね、はい、それよりも気持ちいいっていうよりもスコアが2つ下がるっていう方が気持ちいい、うん、で、うん、結果いくつで終わったの？90回だったそうです。まあまあ、うん、まあなんで今日阿部さんあんま調子良くなかったらプロデューサーと変わるんで安心してください。それでは今週参加してくれる方々ご紹介いたしましょう。まずは飯田新吉さん、ゴルフ歴43年、平均スコア82です。番組も何回か出ていただいてて、はい、まあこのニューセントアンドリュースでもいい成績を残されてると、うん、はい、もっと大きな声で喋って。ちょっと年を取りましたんでちょっと声が出ないです。さあ続きまして、小高光雄さん、ゴルフ歴35年、平均スコア95です。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。お願いします。緊張されてますか？してます。よろしくお願いします。俺に言うの？俺に。よろしくお願いします。今日なんか青山さんからアドバイス受けたいなとかって何かありますか？あ、そうですね、いきなりシャンクが出たりするんですけど、そういう時ってあのシャンクと、はい、うん、水虫の薬を開発すると、はい、ノーベル賞取れるっていうくらい。あ、そう、治んない。治んない、うん、だから多分シャンク出る時って結構打ち急いで手が動きすぎる時、はい、うん、体のターンでスイングできるようになれば自然に治ります、うん、どうしても手だけをこうプッとこう使ってしまうとシャンクって出やすいんで、はい、うん、その辺気をつけると大丈夫。ゆっくりです。すごい低姿勢な小高さんと余裕の飯田さんのね、はい、2人組でございます。もうねやりづらくて俺、はい、本当に。じゃあお二人とも頑張っていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあインコース10番ホール460ヤードのロングホールでございます、こちらの方の解説なんですが、キャディーマスターのゴーマさんにお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、さあどんなホールになりますでしょうか、はい、こちらはティーショットも広く打ちやすいと思いますし、まあ、私どもの、コースの中では本当にロングヒッターの方は2オンできる一番のロングホールだと思いますので、はい、まあ、積極的にバーディーを狙っていける方も多いと思いますね。はい、まっすぐなんですね。あのね、多分ニューセントアンドリュースでこのコースの中で多分一番優しいホールになるかもしれない。うん、はい、平均スコアが、うん、だから僕らはもう絶対ここは良くて3、はいはいはい、うん、最低でも 4バーディー、うん、もうパーだとねがっかりしちゃう。あ、さあ、アムさん、今日もベストボールでやるんで、はい、お二人かなり強敵だと思うんでね。そうだね、はい、負けてられませんけども、はい、では飯田さんのティーショット、はい、お願いします、はい、ではお願いします。お願いします。はい、大丈夫、はい、バッチリでございます、はい、飛距離伸びてね。落ちてます。あれで落ちてる。前もっと飛んでた、うん、はあ、嬉しそうな顔しますね、皆さん。真ん中行ったね、はい、それでは小高さんティーショット、はい、はい、お願いします。お願いします。戻ってこい。おお、でもバンカーの先行きましたね。みんな飛ぶな、やっぱり。飛びますね。どうしよう、飯田さんより行ってなかったら負けてられませんよ。そんなことないですか、大丈夫です、はい、そう言いながら余裕の顔しますよね。笑って笑ってやんの、はい、では青山プロのティーショット行きましょう。よいしょ、完璧ですね。おお、ナイス、はい、ナイスです。一緒に行ってこう。
見ましたか。見ました素晴らしい。すごい嬉しそうな顔します、ね、アマさんはい、ナイスです。じゃあ行きましょう。アマチュアチームは飯田さんのボール選択で飯田さんから行きましょう、はい、残りが227ヤード。飯田さん何番で。これは3ユーです。はい、3番ユーティリティ。うん、大丈夫大丈夫。ナイスですね、うん、あ、もっと左でもよかったかなって感じでしたかね。いや、でも、うん、なかなかこっから強音は、そうですね、うん、大変だろうけど。じゃあ、この人に当たってなかったよね、はい、うん、これはその何番で、7番ウッドでいきます。はい、ナイス。おー、狙ってったよ。届いてっか。ちょっと左でしたけど、ちょっとバンカーっぽいな、ね、はい、うん、さあ、青山プロは残り189、フォロー6番。しかしここまでよく飛びましたね。いや、飛んだ ね、うん、じゃあ6番でもうピン狙わないで、はい、ピンの右、あの辺から軽くドローがかかれば最高。ああでもでもでもじゃないよ。でも大丈夫、大丈夫です。早すぎた。青山プロバンカー入っちゃってました。ナイス。止まってちょっと大きかったな。はい、ナイスです。まあしゃあない。じゃあ小高さんの3打目、はい、行きましょう、はい、グリーンの奥からピッチングで転がしたいと思います、はい、あーもったいない。すいません。一番やっちゃいけない緩み、ね、はい、ダウンスにちょっとね距離を調整しようと思うと緩むとああいうふうになった、はい、しっかりしっかり腕もグリップもね、肩だけ動かせばいいんだけど、はい、ダウンスイングちょっと腕緩んだよね、今ね、はい、うん、うまいな。うまい。うん、微妙だな、入るか入らないか青山プロのバーディーパットになります。これ、切れる？僕はそう思いますけど、フックするのかなって思いますけど、僕のせいにされるんで言わないです。あー、ナイスバーディー。ナイスバーディー。ナイスです。はい、しかも僕が言った通りのフックね、ちょうどのフックね。ほとんどストレートだ。いやー、ナイスバーディーです。はい、さあ、これで飯田さん、自分にプレッシャーがかかりました。二人で打てるっていうのは強みだよな。そうですね。どっちか入ればいいんだろう、うまい。さすが。でももう簡単に入れてきましたね。やることなくなっちゃったね